こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、楽天カード楽天ペイ、超重要なルール変更へということで、この動画では少し前にお伝えしていた楽天ペイについて、6月4日からですね、ルールが少し変わりましたので、そちらについてお伝えします。それでは、行ってみましょう。では、今回6つに情報をまとめました。今回のルール変更の内容からまず見てほしいと思います。以前の動画でも少しお伝えはしたんですけども、楽天ペイアプリが誰でもお得に、2024年6月4日からパワーアップ、すべての方にお得を実感して、 いただくためポイント還元プログラムを変更いたしますチャージ払いなら誰でも最大1.5%還元にどのチャージ方法でも最大1.5%分のポイント獲得が可能ですと次にチャージ方法が大幅拡大セブン銀行 ATM はローソン銀行 ATM からの現金チャージや全国260以上の金融機関からの銀行口座チャージも可能ですとということで少し前に発表がありましてこれが実際にどういったことなのかもう少し分かりやすくお伝えできればと思うんですがそれがちょっと2に繋がってきますこれまでの楽天平なんです けども例えば楽天カードを使って楽天キャッシュにチャージをしますこの時点で楽天カードでのチャージ分0.5%分のポイントを恩恵を受けることができるんですがこの楽天ペイで使うとその場合楽天ペイで決済したら最大1%還元なんで最大1.5%還元ということでしたそれが以前までのルールなんですけども丸さんこれからの楽天ペイのルールに関しましてはチャージした分の楽天カードのポイント分はなくてそのチャージした楽天キャッシュで楽天 で決済するとそれをすることで最大1.5%分の楽天ポイントを獲得することができますなのでトータルの還元率っていうのは変わらないんですけども楽天カードでチャージした分のポイントの恩恵がなくなるということなんですよねでこれを見た段階で楽天カードでチャージするのにポイントの恩恵がないのってそんなにお得じゃないのかもしれないっていうふうに思うかもしれないんですが今回面白いのがどんなチャージ方法を使っても楽天ペイで決済しても1.5%還元というのが強いんですよどういったことかと言いますと 先ほどお伝えしたように楽天カードでチャージをして1.5%他にもセブン銀行 ATM で現金でチャージをしてそこから楽天ペで決済するそれでも1.5%還元なんですよそうなんですよ特にクレジットカードとか使ってないのにポイントの恩恵がちゃんとあるんですよね他にもローソン銀行 ATM で現金チャージであったり銀行口座楽天銀行とか提携してる金融機関などでチャージしても1.5%還元あとは楽天ラクマの売上金であったり楽天ウォレット暗号 んですね、これのチャージをしても1.5%還元。あと、楽天ギフトカード、ちょっと6がついちゃったんですけども、7番目ですね。これでチャージをしても最大1.5%還元の恩恵を受けることができます。なので、チャージ方法を迷うことなく、最大1.5%還元の恩恵を受けることができるので、これまで楽天ペイを使ってた方も、もちろんお得に使うことはできるんですが、これから初めてキャッシュレス決済、楽天ペイをちょっと挑戦してみようかなとか、そういった方でも気軽にお得に使えるというところが、このルール 変更のかかななななりいいいいとところなんじゃないかなと思いますで、僕自身も今回ルールが変わって、実際に銀行口座からチャージしてですね、そこから楽天ペイで決済してきましたので、その画面もちょっと見てほしいと思います。現在僕の楽天ペイの画面のこの楽天キャッシュのところは、1円分の残高しかないんですが、そこから楽天銀行を使ってチャージをします。1000円からチャージすることができまして、1000円と入れて、で、このままチャージが完了と。ここからセブンイレブンに行って決済してきたんですけども、339円分の決済して獲得予定ポイントが4ポイント。うち 内訳とすると楽天ペイで決済した分の3ポイントと楽天キャッシュで決済した分の1%これでトータルで4ポイントあと100円分で決済してきたんですけどもその場合の内訳はこんな感じですね楽天ペイで決済した分の1ポイントということですのでもちろん決済した金額によってねポイントの恩恵は変わってくるんですけどもまあルールが変わってもお得に決済ができるということでございますちなみに連携できる金融機関はですねここ最近も増えてる傾向ではありまして楽天銀行はもちろん s m b c 三井住友銀行とかみずほ三 UFJ のメガバンクはは対応ししてますしあとここここ最近だとととででですすすねねねんな風に信用金庫かかもです、ね、対応してたり一部地方銀行とかです、ね、こういったところでチャージをして使うことができます。なので、ちょっとクレジットカードを使うのに抵抗があるなとか、現金でチャージした方が管理がしやすい。そういった方もですね、気軽にこの方法を使ってチャージをすることができますので、かなり今回のルール変更ってのは、ま、いろいろ意見はあるとは思うんですけども、これから使い始められる方とか、そういった方にしては、いいニュースになってくるんじゃないかなと思います。 なのでご自身のライフスタイルに合わせてどれでチャージをするのがお得なのかっていうところですね今一度確認していただいてそこから楽天キャッシュにチャージをして楽天ペイで決済というのはぜひね活用していただければと思いますで、もしですねこれを使う際に気をつけてほしいというのがありましてそれがちょっと丸いように繋がってくるんですけどもポイント付与対象外店舗というのがありましてこれどういったことかというと今ですね僕お得にめちゃくちゃ使えますよっていう風に言ったばかりなんですがどこでも最大1.5%還元という いうわけではなくて、お店によってですね、ポイントの恩恵がないっていうところがあるんですよ。それがですね、こちらにも出てるお店なんですが、楽天ペイのチャージ払いで最大1.5%還元プログラムポイント申請対象外店舗についてということで、例えばニューデイズであったりとか、ファミリーマートの一部の店舗、他にもスーパーであれば、こちらに出てるようなお店で、楽天ペイで決済しても、ポイントの恩恵がないんですよね。で、結構数があるので、ドラッグストアであったり、あとグルメ、飲食店とか、あとは百貨店とか、 あと、その他ですね、一部の3コインであったり、この一覧の中で、普段からご自身が使ってるお店が入っているかどうかですね、こちらもぜひ確認していただければと思います。まあ、あとは郵便局とかも対象外ですね。なので、どこでも1.5%還元ではないので、今一度これを確認した上で、楽天ペで決済する。これはですね、絶対確認してください。じゃないとね、せっかくお得な1.5%還元なのにも関わらず、損をすることはないんですけども、もったいないことをしちゃうっていう可能性があるので、ぜひね、 今一度見ていただければと思います。で今回は楽天ペイ以外にもルール変更があって、楽天キャッシュでの積み立てについてのルール変更も発表されております。これがどういったことかというと、例えばクレジットカードの楽天カードを使って楽天証券に、いわゆるクレジットカード積み立てというのがあるんですけども、これであれば月に10万円まで積み立てをすることができまして、カードによって、ね、還元率が変わるんですけども、通常の楽天カードは0.5%還元。これは代行手数料年率0.4%未 今のファンド商品の場合はこの還元率になりますなのでよく聞くような EMAX スリムシリーズのオールカントリーであったりあと S&P500 そういったものはだいたいこの0.5%に該当してきますそして今お伝えした楽天キャッシュで積み立てをされている方ですねその場合まあこれまでのルールであれば楽天カードを使って楽天キャッシュにチャージをすると 月に5万円までチャージをすることができまして0.5%還元というルールだったんですよ。なので楽天カード、楽天キャッシュ、これらで最大の15万円まで積み立てすることで、月に750ポイントを獲得することができてはいたんですが、ちょっとこの部分のですね、ルールが変わります。それがどういったことかと言いますと、以前にもちょっとお伝えしたんですが、信信託託のの積積立立ててて代金にににについ楽楽天天カーードから楽天キャャッシュにチャージししししたた額に対0.5%だったんですけども変更後に関しましては当 ににについいてて楽天キャッシュから利用かっこしした額に対0.5%ということうなりますさらに、どの経路からチャージした楽天キャッシュでもポイント進定の対象になるということで、これはですね、結構朗報ちゃ朗報なんですよ。もう少し分かりやすくお伝えすると、これまでのルールは楽天カードを使って楽天キャッシュにチャージをすると0.5%還元で、これでトータル0.5%還元。で、今回のルール変更ですね、6月4日の0時からルールが変わったんですけども、楽天カードで楽天キャッシュにチャージをしてもポイントの恩恵は ないんんでですすすけども楽楽天天キャッシュをを使って楽天証券に投資に積み立るると0.5%還元になるんですよなよので、トータルの還元率は変わらないんですけども、これがまた面白いんですよ。なので、トータルの還元率は変わらないんですが、先ほどの公式ページにあったように、どの経路からチャージした楽天キャッシュでもポイント申請の対象ということなんですよね。これがかなり厚くて、どういった風に厚いかと言いますと、それがね、丸6番につながってくるんですが、楽天ギフトカードを活用することで、めちゃくちゃお得に使えますよ、ということでございます。 これはですね、楽天ペイにも該当するので、ぜひね、こちらも参考にしていただければと思うんですが、例えば、スマホ決済のファミペイってあると思うんですけども、このファミペイにチャージ可能なクレジットカードでチャージをすると、そのカードが1%還元であった場合、まずこのカードの恩恵を受けることができる、そこからファミリーマートに行って、ファミペイを使って楽天ギフトカードの購入をします。そうすることで、ファミペイボーナスの0.5%還元を受けることができまして、で、この楽天ギフトカードを楽天キャッシュにチャージをする。 そこから楽天ペイで決済することで最大1.5%還元でお買い物ができちゃうんですよ。なので実質最大3%還元がこれでできるということなんですよね。他にも先ほど紹介した楽天証券で投資に積み立てをする場合その場合0.5%が上乗せされるんでこのルートをたどることによって実質2%還元で投資に積み立てを行うことができます。なのでここのクリストカードを例えば僕がよくチャンネル内で紹介するマネックスカードであれば1%還元なのでこの方法をうまく活用することで実質に 2%還元ができるということなんですよねでちょっとねここで一つ秘宝なんですけどもここ最近ですねマネックスカードからちょっと発表がありましてアプラスから発行されているクレジットカード例えばそのマネックスカードもそうなんですけどもそこからファミペイにチャージをするそれがですね2 0 2 4年9月6日からポイント申請の対象外になるんですよこれはですね個人的にかなりショックなニュースでしてなのでこれまでですねファミペイにこのマネックスカードを使ってチャージをされてた方はですねこの段階でぜひね覚えて書いてほしいんですけど

のアップルペイを活用するんですが、この aupay プリペイドカードにチャージする際に、チャージ可能なクレジットカード、例えば1%還元のクレジットカードでチャージをしたとします。そこからこの aupay プリペイドカードのアップルペイを使ってアップルペイ7個にチャージをする。この時ポイントの恩恵はないんですが、そこからこのセブンイレブンに行って、アップルペイ7個を使って楽天ギフトカードの購入をする。で、チャージした楽天キャッシュで楽天ペイで決済すると最大1.5%還元なんで、この時に実質最大2.5%還元が成り立つということなんですよ。なので、これのいいと ここはは何ななのののかというととうポイントト恩恵も大ききく受けることはできるるでででんすすが AUP にチャーージジ可能なクレジットカードっって結構ろあったりするのでその時に、いわゆるクレジットカード修行とか、そういったことをされてる方からすれば結構ね、お得にこの方法を使うことができるということなんですよね。もちろんですね、このチャージした楽天キャッシュであれば楽天証券に投資に積み立てを行うことができるので、ここで0.5%が発生する。なので、実質1.5%還元でこの方法を使って楽天証券に投資に積み立てを行うことができる。 ということになりますやっぱここの部分の0.5%還元って結構大きいですよねこちらに関しても a e p プリペイドカードにチャージ可能なクレジットカードに関してはこの動画で解説をしておりますのでまだ見られてない方は概要欄をタップしていただくか右上のバーをタップしていただければ動画に飛ぶことができますので他にもどういったカードがポイントが対象なのかポイント対象外なのか確認されたい方はぜひこの動画見ていただければと思いますというような感じのざっくり6つの流れではあったんですけどもこれはですねちょっと期間限定にはなるんですが今回ですね ルルルーー変更がさされれたプラスアルファでキャンペーンペも開催されております6月中は条件達成でチャージ払いがもっとお得。初めて久しぶりの人は全員に最大20%のポイント還元。いつもご利用の人は抽選で最大20%のポイント還元。あとは楽天モバイルに新規申し込みされる方に関しては最大3.5%のポイント還元というのがありまして、これを全部うまく活用することで期間中にはなるんですけども、合計最大25%のポイント還元というのがございます。まず最大 最大20%還元のキャンペーンに関しましては、楽天ペイのチャージ払いで最大20%還元。期間中、進定上限が1000ポイント。エントリーで漏れなく全員に1ポイントがもらえるので、とりあえず楽天ペイを使われる方はエントリーをしましょう。キャンペーン期間なんですけども、エントリー期間が7月1日まで、キャンペーン期間は6月4日から7月の1日まで、キャンペーンの参加方法はエントリーした後に、支払い方法を選びます。楽天ペイアプリにて、支払い元を楽天キャッシュに設定してチャージをします。そこから街のお店で支払うと。そうすることで、初めてか久しぶり。 支支払払いいいさささされれれるる方方にににに全員に最大20%ポイント還元がますらつももて抽選で、1000 20%名様に最大ポイント還元がされますで初めてか久しぶり、に自分はどっちなんだっていう方がいらっしゃると思うんですけども、初めて久しぶりの方、特に久しぶりの方ですね、そういった方は2023年の12月の1日から2 0 2 0年の5月23、23時59分までに一度も支払い、コード QR セルフでの支払いをされてない方ということなんですよ。これ意外といらっしゃるんじゃないですかね。去年の12月から今年の5月2 0 なので、おそらく該当される方いらっししゃる気もしなくもななくいいですねでいつもの方に関しては、2023年の12月の1日0時から2024年5月23日に支払いをされている方ということですので、めちゃくちゃね、久しぶり使われる方はね、ここに該当すると。いつもであれば、ここということですので、ぜひ楽天イ使われる際は、今一度ここを確認していただければと思います。 で、特典でもらえるポイントは期間限定ポイントで、2024年9月末頃までに新定がされるということでございます。で、これについては期間限定のキャンペーンですので、ご自身がどちらに該当するか今一度確認をしてください。で、もう一つに関しましては、毎月開催楽天モバイルの申し込み条件達成で最大2万5000ポイントがプレゼントされるというキャンペーンで、このキャンペーンについては、ホームページから初めて楽天モバイルの申し込みをすると、プラスプランの利用、楽天リンクアプリで発信し10秒以上通話をする、これが楽天モバイルのキャンペーンの参加、 次に楽天ペイに関しては、対象サービスを利用以下いずれかの条件を達成する必要があるんですけども、例えば楽天ポイントカードを提示の上回帰をして5ポイント以上獲得したりとか、楽天ペイで期間中500円以上支払ったりとか、楽天エディで期間中500円に支払うと。これが楽天ペイの方のキャンペーンの参加ですね。で、細かい内容に関してはこのページの下の方に詳しく出ておりますので、ぜひ気になる方はぜひこちらのページも確認していただければと思います。僕自身も普段は UQ モバイルを使ってるんですけども、サブ端末で楽天モバイルも使っておりまして、 楽天モバイルの申し込みをしてみたいという方がいらっしゃいましたら、一応概要欄に申し込みリンクもですね、貼っておきますので、気になる方もぜひね、概要欄チェックしていただければと思います。というような感じで6つお伝えをしました。で、もしここまでお伝えして、例えば楽天カードとか楽天証券を作成とか講座解説したいということでしたら、ポイントサイトを経由することを忘れずにお願いします。このチャンネルはいかに見ていただいている方がお得になってもらうかっていうチャンネルでして、僕が一番使ってるポイントサイトのハピタスっていうところがあるんですけども、そこを経由して楽天カードを作成するとちょっぴりお得に というか結構お得に作成することができますこちらはですねハピタスで楽天カードと検索するとこういったページが出てくるんですけども新規カード発行だけで6000ポイントのハピタスポイントを獲得することができますハピタスは1ポイント1円相当として換算されまして貯まったポイントは現金にも交換することができますしいろんな他社のポイントにも交換することができますなので今だったら6000円ということになりますねポイントの獲得条件は画面を下がると色々出てるので全部読んでほしいんですけども全部読んだ上で作成する場合は画面 のところにあるこのポイント貯めるをタップしますそしたら新規入会の画面に出てくるのでこのままカード作成すればいいんですけどもポイントサイトの魅力的なところってカードの公式の新規入会特典はあるのはもちろんですしポイントサイトの特典も獲得することができるのでダブルでお得なんですよでポイントサイトのポイントについては日によってポイントが変動したりとかこの楽天カードの案件自体がなくなってたりするっていう場合もありますのでもしポイントサイトを使う際にはそこもねちょっと注意をしてくださいでもう一つ楽天証券に関してもご覧のように新規 講座解説プラス入金で5000円相当のポイントを獲得することができます。ポイントの獲得条件も細かく出ておりますので、しっかりとここも読んで全部読んだ。上で問題なければポイントを貯めるをタップ。そこから楽天証券の口座開設のページに移るので、このまま口座開設はこちらをクリックして、あとは口座開設プラス条件をクリアすることで、ハピタスのポイントも獲得できるという流れになります。で、僕ですね。ポイントサイトハピタスの認定ユーザーでして、この紹介リンクから登録して条件を満たしたら最大で2100ハピタスポイントを別で獲得する。 できます。最大2100ハピタスポイントを獲得するための細かい条件は今出てる通りになっておりましてこれについては紹介リンクのページを開いてその一番下にここに細かく出ておりますのでぜひね気になる方はこちらもチェックしてくださいまあそんなこんなで今回は楽天カード楽天ペイ重要なルール変更について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました前回ですねまあ、似たような動画を1本出したんですけどもそのリニューアル版としてね改めてリマインド含めて作成した次第でございますまあ、その時もねいろんな意見コメントたくさんいただいてて 人にとってはいいルール変更という人やもうこれができなくなったからこれは正直かなり厳しいなという意見もあったように見られますまあ、考え方を変えればこれだけで最大1.5%還元の恩恵を受けることができるので今あるスマホ決済の中でもかなり高還元に使えるスマホ決済の一つなんじゃないかなと思います、まあ、僕自身もですね実際に使ってみて何か気づいたことがあればまた改めて動画にしようかなというふうに思うところではありますぜひですね今回の動画の感想とかあればねコメント欄に書いていただければと思いますし先ほど動画内で紹介したような 動画もそうですしハピタスの登録リンク含めてですね概要欄に貼っておきますのでまた詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました